減らすっていう方向で人件費を削減するっていう、まあ、実際に流れというか出来事が増えてるわけなんですけど、その企業が雇用調整を行っていくっていうことについてはどのようにお考えでしょうか。その需要があるのになんで減らすのかという問題がある、うん、でもう一つあるのがな、あの日本政府の発表によると今あの非正規社員というのは 40% だっちゅうんだよ、はい、これはだけど我々の仲間たちを見てると、はい、うん、あの超零細企業ばっかだけども、そういう仲間たち見てると大体 70% と俺は思ってるんやな、 70% ぐらい使っとるな。で、あの 70% ぐらい使っとると思っとるけども、政府はまあ 40% という発表してるわな、うん、だけどまあ 40% でも 70% でもいいんだけども、なぜそういった例えば派遣とかさ、あのパートを使うかという問題なんだ。これは一番の問題は首切れるから、うん、だから首を切らせねえから、うん、よその国みたいに礼法ができないから、だから首を切りたいから、あのそういうものを使うわ、うん、でそうだけど日本かってな、リストラしたら首切れるんだよ。リストラは金がかかるんだよ、退職金に上乗せだから、これやめてねえというパターンだから、だから上乗せするから金がかかるで嫌だから、で上乗せせずに首切れるのが派遣でありパートだから、だからそういうのを使うっていうわけだけど、でまた仲間に聞いてみたら、誰に聞いてみても仕事は同じなんだよ。一番切りこないのはパートの場合は仕事が同じで給料半分でボーナス 10% だって言うんだよ。退職金なんかないよとこうなるわけだろ。一番の大事なことはな、それで社員が働くかって言うんだよ。で同じ仕事なんだよ。であいつは正社員で、これまた日本政府の発表によると、あのこの6500万人 の、 あのサラリーマンの平均月収というのはいくらだったら、これ毎年発表するけども30万なんだよ、うん、毎年の発表によると、これはな、去年も発表したけども30万なんだよ。あと30万がまあ平均だから、そうするとパートは半分だから15万だ。で15万でボーナスが 10% だよ、退職金がないよと。でそれで雇って雇われて、ほんであいつは正社員で30万で、俺はパートで15万で、仕事同じで、誰が働く気になるか、やる気になるか。だけど出てこないともらえない、給料が。もらえないと飯食えないから、出てくることは出てくるけども、絶対やる気なんかなってない。そのやる気のない社員を何人かだって、何も意味がないじゃないかと、これは。うん。会社なんかうまくいくわけないじゃないか、儲かるわけないじゃないか、発展するわけないじゃないかと、私は思うな、そうやって。それよりも、よそ行ったらパートだけども、ここへ入ったら正社員で30万くれたと。これはもうありがてえと。俺はこの会社のために頑張るぞと言って頑張ってくれたらやな、差額15万だよ。15万ってのはな、差額の15万ってのはな、1日にしたら1万円なんだよ。それが十分稼いでくれると俺は思ってるわけよ。うん。だからこの会社は800人が全部正社員だよな。一人もパートがいないのはそこなんだけども、派遣もいないのがな。そうやったら頑張ってくれると思う。こんなお前同じ仕事やらせやって、俺は半分、向こうは、まあ向こうは 100% ならこっちは 50% だよな。うん、そんなものあおらしてやれるかと言って出勤してくれたんだけどな。なんも来てくれよ、よっぽどマシなんだよ。うん。これは。いや、そんなの置いてみたってやな。うん。とりあえず、適当にやるだろうけどな、仕事は。うん。適当にやれたって、会社なんてのは発展するわけねえ。頑張ろうと思ってくれなきゃ会社なんての発展しねえよって、うん、そのためにはもう正社員にしなきゃいけない、うん、でどうしてもリストラやりたかったらやな、うん、その時にやな、退職金に上乗せしたってやな、うん、その方が安いと思うよ俺、うん、うん、その正社員にして頑張ってくれる、うん、それって儲かる儲けとな、うん、うん、例えばあのクビにしてまあリストラだから退職金に上乗せする、うん、その上乗せをする金額と儲けるどっちが、でこいつは首切るまでにな、リストラするまでに例えば5年おったとしたら、
5年間でいくら稼いでくれるか、うんうん、絶対に計算したらあのリストラの時のバリバシの方が少ないと思うよ、うんうん、だからその、まあ、仮に首切るとしたら、うん、首切るまでの5年間なら5年間、うんうん、しっかり頑張ってもらった方が絶対会社儲かる、うん、と俺は思ってるんだけどな、これは、うん、基本的にはどんだけ需要があるんだから、うん、絶対首を切ろうと思うこと必要ないんだよ、うん、これは前にな、あの91年から日本の国は戦後最大の不況になった、うん、今の前の不況はあの91年から01年までの失われた10年、はい、これは政府が言ったと、失われた10年と政府が言ったわな、でこれは時は戦後最大の不況であると言ったわな、で戦後最大の不況でも政府の発表によるとだと GDP は5兆円あったんだからちょっとも不況にはなっとらんわけだけども、これはでその前がバブルなんだよ、泡なんだよ、バブルの時は戦後最大に景気がいいと言われたけども、で政府の発表によると GDP500 兆円なんだよ、じゃあ何かってバブルの時は土地が上がっただけ、だから平成不況は土地が下がっただけ、需要はどっちも 500なんだ、同じなんだから、うん、それでまあみんな日本人は泣くわな、割りってこれ10年間泣いたわな、うん、同じ500兆円あるんだから泣くことなんか何もなかったんだけどな、これは、うん、これ今でも同じ現象なんだよ、その現象に関してはな、うん、だからそのまあその時かって、まあ、その91年からあの派遣とか、まあ、パートが生まれたんだけども生まれてきたんだけども、それはあのものすごい不況だから、だから首切りたいからということで、その首切るという条件で、まあ派遣とかパートが生まれただと私は理解してるんだけどもな、これは、うん、そんなことのパイがあるんだから、うん、何も首なんか切る人ない、うん、それよりもっともっと増やせれるんだよ、うん、これはでパイがあるんだから、だからってその小さな会社がいっぺんにあの10人20人って増やすのは、うん、まあ難儀だとしてもな、うん、でも1人2人ってしょっちゅう増やして十分、うん、俺はやれるだけのパイがあると思うよ、うん、だからそのパイを取ろうと思うか思わないか、うん、それよりも まず景気が悪いからって萎縮してしまう方が多いわな、うんうん、でその辺に経営の間違いがあると私は思ってるわけ、だからいくらでも取れるんだよ、うん、これはそのパイがあるんだからそれを取ろうと思って頑張れば取れるんだけどもな、そのための一番最初にやることは何かって言ったら工場の人間を増やす、売上あの売るための営業マンを増やすっていうのが一番大事だと思うな、うん、山田さんのお話で、会社は最低3割営業マンにするべきだというお話を伺ってきたことあるんですけども、その逆に売れなくなったと思われている時代だからこそ、その社員をその今首切るんではなくて、そのより売る方に営業マンに転向させる、そういうような形にも必要という形の考えになりますか、うんうん、あのな、だから需要があるよってのはどういうことかって言ったら、はい、例えばあのこの会社はな、はい、北海道から沖縄までな3電車お得さ持ってるわけよ、はい、これは、はい、なほんでまあそれで実は3電車でお芝居なんだよ、もうないんだよ、うん、もう海外行かなきゃ日本にはないんだけども三電車全部持ってるわけよ、この牛券にな10万社あるんだぜ、会社が牛券だけでも、はい、その中でな三電車の取引持ってるっていうのは会社があるんかや、うん、牛券でみんなやってないんだよ仕事を、うん、これはできるんだよ、うん、でこの会社だってな、うん、年商はな750円から始まったんだ、750万円から、うん、今750万円の年商って会社なんて牛券に1個もないだろうと思うよ俺、その10万社の中では、うん、でそこから始まってやな、うんうん、で日本中3000元のお客さんと持てるんだよ、うん、これは毎日しょっちゅうあの、まあ、月に1回でも1年に1回でもいいから一人ずっとこう人間を増やしていくということをやっておけば、そうなりうるんだよな。そんなことやっとるかって。